モーニングジャム。トリ、フォ、おもろい家族。時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。やったー。これってね、8月13日日曜日朝11時から夏祭りを開催する、はい、あの大分県玖珠町にあるキャンプ場パラディッソ大分、まあ、キャンプ場なんですけれどもレストランも入ってて、そのレストランがリストランテアジュールルナ、美味しいランチコースが楽しめるんですよ、はい、ハンバーグもうほんと絶品ですよ。で最後の締めで出てくるのがこのくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎりでね、この焼きおにぎりがすごく人気になったんで、家庭でも楽しんでもらおうっていうことでね、こういう家庭で楽しめるセットができました、はい、それをプレゼントしてるっていうことなんで、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はね、そうだな、このメッセージ好きなんだよな。40代の方、リュウジさんからいただきました。中地、岡本さん、こんにちは。こんにちは。妻の話。はい。私は現在単身赴任中。妻の他に中学校3年生の娘と小学校3年生の息子がいて、しっかり者の妻のおかげで安心して家を任せています。単身赴任といっても割と近くなのでちょこちょこ家に帰れるんですが、ある日帰ったら息子は出かけてて、怒った妻が一人でいました。話を聞いてみたら、妻が大切にとっていた季節限定のアイスの最後の一つを息子が勝手に食べてしまった。これはね、なんか虫の居所が悪かったんだろうね、他のアイスは食べていいけどこれだけは絶対食べちゃダメと子供たちに言って聞かせていたにもかかわらず、そのアイスを勝手に息子が食べてしまったので怒って息子に買いに行かせたとのことでした。妻は季節限定でもう手に入らなくって最後の1個を大事に取っていたのにと言って、どうやらもう売ってないのは分かっているんだけれども怒って息子に買いに行かせたとのことだったんです。妻は季節限定でもう手に入らなくって最後の1個大事に取っていたのに、お仕置きも兼ねて買いに行かせてるっていうことで、なんとまあ子供じみたことをとも思いましたが、ここで私がとやかく言って火に油を注ぐのは得策じゃない、傍観することにしました。しばらくして息子はすごすごと家に帰ってきました、うん、あったのあったのと聞く妻に、息子はなかったとしょんぼり答えてます。妻も今更言ってもしょうがないことは分かってるんでしょうけど、腹の虫が収まらない様子。じゃあどうするん当然何にも答えない。そんな感じで家の中はどんよりとした空気。食べ物の恨みは恐ろしいとはよく言ったもので、よっぽど楽しみにしていたんでしょう。さて、季節限定とはいえ本当にどこにもないのかと思った私は、とりあえず不足したものがあったから買い物行ってくると言って出かけてアイスを探すことにしました。スーパーとかコンビニ、大手ドラッグストアなどアイスを取り扱っているお店を片っ端から回ってみたけど、ないない、どこにもない。それでも息子のためにと諦めず、少々離れたスーパーマーケットに行ったら、あった、残りわずかでしたがまだ取り扱ってました。よかった。たかがアイスなのにこんなに嬉しいなんて。残りそんなになかったんで全部買ってもよかったんですが、とりあえず5つ買って家に帰りました。家に帰ったら玄関に息子を呼んで、ママにごめんなさいしておいでとそっとそのアイスを渡しました、うん、娘はどうやらその様子を察したらしく、パパにありがとう言わないとと息子に言うと、半べそかきながらありがとうと息子は言いながら妻のもとに。奥で不機嫌そうにしていた妻も少々びっくりした様子で、どこにあったんというので、遠くのスーパーにあったよ、これでもう機嫌直してやりというと、妻も
1個が5個に増えてご機嫌になって我が家の平和が訪れました。さてそんな騒動があった後も結局妻は私が見つけたスーパーマーケットに行って残りも全部買ってしまって騒動以来子供たちも妻が怖くて手を出さないので未だに所狭しとそのアイスが冷凍庫を占領した状態です。女性のスイーツの恨みって怖いですね。もうなんかよかったと思って涙が出てきて、いやいやいや、なんだそれ、そんなことで泣いてたら大変なことだぞ。いやいやいや、まあね、あのまあ暑いんで ねなんていうか、ただでさえなんかこう顔を突き合わせただね、はい、ずっともうほら夏休み中で四六時中家の中で、あ、そうだ、いつもよりもちょっとピリッとすることが多いってことですね。そういうこと、そういうことに加えてこの暑さじゃない、だからまあやっぱね、あの虫の居所が悪くなるっていう頻度がやっぱ高くなるんですよね、まあ、そんな中でお気に入りのアイス、まあただねやっぱりあの家の中のお母さんというのは太陽です、はい、そこはねいろんなことがあるでしょうけれども笑顔でいていただければ、そうですね、やっぱね家族はお母さんの顔色っていうのはすごくすごく、はい、やっぱりねあの見てるんで、ね、大事、どうぞよろしくお願いいたします。さあそれからねこれもいいんだよな、女性の方30代あいみさんですね。ぬくじ岡本さんこんにちは。こんにちは。人生で初めてラジオにメッセージいたします。 ありがとうございます。おもろい家族のコーナーを選んでくれてありがとう。4月に3人目が誕生いたしました。1人目2人目の産後とは違って今回は夫が2週間の育児休暇を取ってくれました、うん、よかったですね。おめでとうございます。上の2人のこと家事のこといろんなことを伝えて産後を迎えました。慣れない家事育児に戸惑っている姿もあったんですが、朝から晩まで現場を回ったり事務所で仕事したりとハードな生活をしている夫にとって家事育児はあんまりエネルギーを使わないみたいで、待てど暮らせど食事が出てこない。朝はしてくれるんです。でも幼稚園保育園に送っていた後お昼ご飯が全く出てこない。そういえば夫は食べなくても平気な人、あ、朝食べた菓子パン一つで夜11時まで働いてることもある。燃費いいですね。片や私は産後に加えて授乳でお腹が空きまくる食欲モンスター。うわー、そういえばこの人食べなくても平気な人だった、うんうん、お腹空いたな、でも手も口も出さないと決めたしなと思いながら過ごしていると、なんと2日目母乳が出なくなってしまう。あ、それはいけません。これはいかん。生まれた3人目の子供も、ね、だからお母さんも気持ちいい思いをするだけじゃなくて、いや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 、生まれてきてくれた宝物まで気持ちいい思いをしてしまう、これはいかんと思って旦那を呼んで、すみません母乳が出ないのでご飯くださいとお願いした。直談判。旦那はびっくりした顔してて、自分がねそうじゃないからね、うんうんうん、子供のこと家事のこといろいろ使えて迎えた夫の育児休暇でしたが、まさかまさか私のご飯のことを伝えなきゃいけないとは思っていません。あのね、言っときます、男は言われたことしかできません。だから言ってください。そういうことです。何でも言ってくれたら大丈夫ということなんですよね。はい、いやーでもねー、僕もあのお腹が空かないとご飯を食べないんですよ、ええ、だから一緒にね
旅行行ったりするともうみんなが大変だって言うんですね、はい、いや食べりゃいいじゃねえかといや中島さん食べないと食べられないってあると思いますよ一緒に行くとやめろあのな暴君みたいな言い方するんじゃない圧がね圧がじゃなくて俺は気づいてないだけなんだよねああ、ま、ドイツでねでま、アウトバーンを走りながら向こうでいう高速道路ですから、やっぱサービスエリアみたいなのあるんだよね、はい、でサービスエリアに、お昼の1時過ぎぐらいに入った時にみんなが蜘蛛の子散らしたようにうわーサンドイッチウィンターって言ってあそっか昼食べずにそのまま朝10時からずっと1時過ぎまで運転してたなとみんな車の中缶詰だったなと思って気づいてあげてくださいよ以上おもろい家族パート2でした